Tsunohara! Aikawarazuいないのか? でも、すげえ小さい音だったっての。すげえ小さい音だったっての。
け小さい音でも壁が薄いから響くんだよ。ヘッドホンで聞けよ。な、高級なもんねえって。じゃあ聞くな。いや、でもあれ聞かないと調子出ないんだよね。それに結構イカす音楽だと思うんだよね。今度歌詞とかちゃんと聞いてみてよ。イカしてるから。イカしてるも何もねえ。こっちはムカついてんだよ。次聞こえてきたら叩き出すぞ。殺す気か。あのさ、岡崎、ただでさえここのところ連中との関係が穏やかじゃなくなってるんだからさ。あと1年残ってるよ。あのね、僕だって1対1なら引くことはないさ。たとえ相手がラグビー部だとしてもね。けど周りは全部ラグビー部の部屋。こんな場所でことを起こした日には部が悪すぎるよ。でもまあ卒業間際になったら派手にやるのもいいね。そん時は岡崎、僕の背中はお前に任せるぜ。行けよ。いつからだよ。はい、なんでよ。共に過ごしてきた僕らの2年間は一体何よ。なあ、僕の立場に立ってみろよ。頼むからここではおとなしくしててくれ。頭下げようが出ねえよ。お前、ここが食堂かなんかと勘違いしてない？ああ。全然分かってないっすね。自分で行くという発想は浮かばないのかよ。設定は隠されていません。壮大な嘘つかな。最初も最後もねえよ。Thank you.
むちゃくちゃ本望そうっすね。そろそろ寝ない？じゃあ僕シャワー浴びてくっから。それは、その、何と言いますか。あ、はい。遅刻してます。何のことだかよくわからないです。いえ、取り立てては。と言っても嫌いなわけではないです。どっちかというと好きです。
違いま…その…ラブレターとか…そんなのじゃないで…手紙でもないと思います。朝のホームルームの時に配られたプリントです。遅刻とかしない方がいいと思うんです。でもその学校にはちゃんと来た方がいいと思いますから。そういうわけじゃないですけど、でもと言った私が悪いですから、すみません。おい岡崎、委員長泣かすなよ。姉貴が飛んでくるぞ。大丈夫です、泣いてませんから。しないようにしてください。
良くないと思います。困っている人は助けてあげないとダメだと思うんです。でも、朝だね。ボンバヘって感じ。はあ？お前の寛大さと僕の穏やかな朝に何か因果関係が？あるわけないでしょ。目覚ましのコーヒーを飲みながらお気に入りのヒップホップを聞く。その優雅な時間だけは誰にも邪魔できないのさ。今度お気に入りのテープダビングさせてやるよ。お前ボンバヘをバカにすんなよ。あれは間違いなくヒップホップの最高傑作だっての。まあ、今度空のテープ持ってこいよな。さて昼まで寝て過ごすとするか。まあね、でも起きてても仕方ないじゃん。休み。何か言いましたか、菅原君。え？ Let's go! Won't you take my hand? なんとかめ、なんちゃらかんちゃら get to do! 別に当てとらん。え？岡崎てめえ！恥かいたじゃないか。だよね。で、昼はどうする？金あるなら外に出ようぜ。
着色か。第一関節完璧触れたよ。すごくない？でも今本気出してないぜ。学生服で本気出すと破けちゃうもんね。相変わらず混んでやがんな。ま、1年連中をどければ済むけどね。はい、ここ僕たちの席ね。開けてた途中なのによ。はい、ここ僕の席だからどいてね。俺たち食ってる途中なのに、どけって。え、いや、1年かと思って。1年だったら食ってる途中でもどけるんだな。いや、しないしない。僕、この前この人に食ってる最中にどけられたっす。よし、よくわかった。ちょっと暗い方が。誤解っす。
そうですか。私はとってもとっても好きです。でも何もかも変わらずにはいられないです。楽しいこととか嬉しいこととか全部全部変わらずにはいられないです。ずっと休んでいたんです。はい、長い間です。もうこの学校は私が楽しく過ごせる場所じゃなくなってたんです。友達と呼んでいいのかわからないですけど、話ができる人は少しだけいました。悪いのは長いこと休んでいた私の方なんです。だって彼女たちと過ごした時間はほんの少しで、今はもうこの学校にはいないんですから。みんな卒業しました、今年の春に。9ヶ月です。浦島太郎の気分を味わいました。だから一人で昼ご飯を食べていました。はい、時期ですから、みんなそういう雰囲気じゃないです。クラブはあります。演劇部です。ありました、1年前には。はい、そうしたいです。はい、頑張ります。
ただいま。泣いてなんかないやい。何？いいじゃん。お、すげえ爆走。説教する気かな。お、始まるぞ。あの子が？やられるっての。
何あれ。僕も行くよ。待てっての。あんなの絶対おかしいって。ありえないよ。で？正当防衛だ。そうだろ、お前たち。は、はい！俺たちから仕掛けました！トモヤさんは悪くありません！トモヤさん？名前知ってるってことは知り合いなの、君たち。違う。さっき名前を聞かれたから答えただけだ。そうだろ、お前たち。はい、そうです。そうか。まあ今回のことはこいつらも反省していることだし、お咎めなしということにしておくが、二度とこんな危険な真似はしないよう対処は我々に任せておけばいい。ああ、次からはそうしよう。ではこれで失礼するぞ。あと、お前たちもな。ヒュー！え、トモヤさんじゃないですか？坂上トモヨ、この春から2年生に編入してきたんですよ。たまにですよ、たまに。怯えて職員室に引っ込んでくる先生たちをよそに、一人立ち向かっていくんですよ。かっこいいっす。バカだったら、この学校に編入なんてしてこれませんよ。なんだお前たちは、通れないじゃないか。おかしいっての。ありえないよ。あ、待てって。ふう、よく寝た。さてと、どっか行くか、岡崎。放課後ぐらいは楽しまないとね。どこ行く、岡崎。そっか、僕もすっからかんなんだよね。とりあえず学食行ったら誰かいるだろうからさ、ジュースでもおごらせようぜ。よし、じゃあ行こう。ねえねえ、ジュースおごってよ。100円じゃなくて200円。2人分だから、あっちの人も。うん、君いいやつだね。なんかあったら僕たちに言っておいでよね。僕たち学校の外ではブイブイ言わせてるからさ。この前も
喧嘩売ってきたやつの眉間にさ、人差し指一本当ててやったの。そしたらそいつの顔面こっぱみじん。どこ行くんだよ。いらっしゃったんですか？頭の手は何ですか？そうですか。渚です。はい、よろしくお願いします。それで演劇部はどこに行ったんでしょうか？はい、よろしくお願いします。で、演劇部を。はい、よろしくお願いします。で、演劇部を。はい、
ちろんです。え、岡崎さんすごいです。今晩ハンバーグにしようと思ってました。頑張ってみます。はい、さようなら岡崎さん。あいつらは。こぞって女子寮を覗いたりして。あいつらは小学生か。岡崎、まあそれしかないんかね。そういうのは趣味じゃないんだけどさ。じゃあしゃあない。次はひっぱたいてやるか。じゃあどうすればいいのよ。その方が逃げられるじゃない。相手はラグビー部よ。人の部屋の前で密談？てんばーつ！いやー！二度と女子寮を覗かない？はい、覗きません。誓う？誓います！よし、すごい効果てきめんね。あーでもなんか自分が暴力的な寮母になっていくようで悲しいわ。僕、なんかした？激痛でなんかよく分かんなかったよ。お前さ、雑誌読むだけなら持って帰っていいから家で読めよ。
してだよ。マジかよ。そりゃそんな風に言われると追い出せなくなるけどさ。出てってください。一度も入れたことねえよ。そもそもなんで僕がお前にこき使われにはならないんだよ。後輩でもないし、腕っぷしだって僕の方が強いはずだ。それともなんだ、今ここで上下関係白黒はっきりつけるか。めちゃくちゃ読書に没頭してますね。それ返せよ。僕だってまだ読んでないんだぞ。お前の持ってる次の号に答え載ってるんですけど。何様だよ。何のだよ。くー、なんで逆切れされにゃならん。静かにしろや。マジでクロスワード解いてやる。てめえ当たってたら参りましたって言えよな。縦の1、元日から3日までを何と呼ぶか。バカかっての。3連休っと。おかしい、答えとマスの数が合わないんだよ。絶対間違ってるって。やめだやめ。くそ、つまんね。なんか面白いことないかね。あれって何よ。ああ、あのトモヨとかいう女のね。ああいう目立ち方は好きじゃないね。こんな茶番劇じゃないか。女一人で男二人をのすだって。んなことはありえません。のやらせに決まってんじゃないかよ。つまり相手は桜だから、バレないように遠目でしか見えないところでやってんだろ。それに注目を集めるには格好の場所だ。それで実際一部じゃ人気者になってんだろ。ま、喧嘩を見慣れていないうちの学校だから通用するせこい作戦だけどさ。でも残念、ここに幾多の選曲を切り抜けてきた百戦錬磨の男がいたんだな。僕のことだよ。てめえが知らないだけだ。僕は1年の頃は夜の街でストリートファイトを繰り返してたんだぜ。岡崎、実力は見た目じゃない、その強さだ。違うか。分かったよ。んじゃあこうしてやる。明日その女に喧嘩を売ってやる。僕が強いのと同時にそいつがやらせだったってこと分からせてやるよ。
久々に腕が鳴るぜ。はあ、僕そろそろ寝たいんだけど。泊まってくの？じゃあ電気消すよ。そう、じゃあもう寝るから出てってくれる？なんだよ。最後まで言えよ！Thank you.